タクトに来ました。タクトね、結構綺麗なね海が見えるので、ちょっと見てみてください。で今回は結構知られてるかな、この島があるじゃないですか。大体みんなね、大体こういう感じで写真撮る方が多いと思うんです。それをもう一個ね、こっから撮ったらいいんじゃないかっていうところを紹介したいと思います。よし、来ました。場所的にはもうトンネルの手前です。それでボン、ほら、なんかこの大黒様のが西の空に向かってちょっと見上げてるように見えないですか。あの鳥居が頭、おでこっていうのかね、でそのちょっと左に下がってきたら目元、ギュッとこう三角のところが鼻で、もうちょっと下が口みたいな感じで、大黒様に似てるんじゃないかという、ちょっともっとね、実際に見てもらったらすごくもっと分かりやすいんだと思うけど、そういう感じですね。どうでしょうか。なんかこっち側からもなんか俺的には写真を撮ってほしいかな。感じがします。よし、そんな感じでね、まあ白桃もこういうところがちょっとあるってことで、よいしょ。まあ本当にね、今日はちょっとまあ綺麗に撮れてるか分かりませんけど、よいしょ、また観光にね、でもなんかこっち来た時あったらね、これを撮ってみてください。